どうも、キスケです。本日はベジータ一族パーティーで PVP 回っていこうと思います。まあ、シンプルにね、このブラベジータのヨダメ 45% アップ、試合始まって 25% で、控えに戻って 20% アップさせるんですけど、これを携えたキラベジ海洋拳、止めれると思えないんだよな、俺。なので、ちょっとそれを確かめて、頑張って回していこうかなと思います。よければチャンネル登録と高評価お願いします。それでは PVP 回っていきましょう。さあマッチングしましたということで対戦やっていきましょう。お願いします。お相手は劇場版パーティー。いやーでも刺さるね。うん、色が悪くない。てかベジータ一族ってさ普通に強そうじゃね。なんか弱いキャラクター入ってないよね。特に身勝手もまあ大猿ベジータでちょっと頑張ってで、味方の余ダメージね、45% 上げて、こう戦えるんで、悪くないと思うんだよな。OK 。ラギー。コストアップがやべえ。34の打撃圧。辛いな。OK。危ねえ。残念。無理やりいけ。もうタックルやと思え、アホみてえに。はい、ナイス。特殊圧当てよかった。はい、まあほんまはキラベジで打ちたいところやったけどな。はい、くらえ。このくらえがいいわけ、マジでわかるかい。ナイス。はい、いいね。さあ待機カウント短縮、キラベジで殴りたいからね。やっぱりカウント短縮は大事よ。ナイス、ラッキーだ。あとは悟空でちょめちょめです。はい、ここでマックスなんのか。まあでも特殊圧引いたのはでかいな。うん、まだ1回も使ってないから悪くはない、悪くはないけど俺頃のユニゲが悪いそれだけ、マジで。どうするかな。ナイス。これは有効活用しよう、ちゃんと。はあ、危ね。いいよ。いや一応攻めの手は止まってない、悪くない。くらい。大猿ベジータが一番頑張ってるマジ範囲特殊が強えから、大猿ベジータが一番頑張ってるやん。 OK。やべ、キレ、あーベジータからでよかった。全員ベジータやった。ブラからでよかったさあ打つ。ナイス。いやー待機カウント短縮いいね、マジで。打っちゃうか。少しだけだ、少しだけだ。ツンデレベジータ、そらお前ビーストには効かんぜ。いい火力だマジで。ナイス。まだマックスじゃなかったかいたった、つえーなめちゃくちゃつえーな。ただライジングラッシュが通るな、俺はめちゃくちゃ楽ちんだ。 OK。 待て、俺がやる。俺の娘に何しやがる。見てよこれ、大猿ベジータの時とさ GT ベジータこの差。役に立たない仲間など必要ない。俺の娘に何しやがる。温度差で風邪ひくで、マジでマジで風邪ひくわ。 OK。 はい、
あれ、まだ使ってなかったの？マジかい。ダメだ。そうなの。OK。範囲特殊で使いたいね。うわー、回避入れないのか。これは失敗だ。ミスったね。いや、ワンパンされそうやな。耐えてくれ。いや、無理そう。うわー、ギリ。素晴らしい。なんてことを。マジかよ。つれえっぺ、それは。はい。OK。おいしい。マジか。もう一枚。うわあざっす。さあ、マッチングしましたということで、うわあ、ふんだんに強キャラ採用されてるね。全部強キャラやん。ただ、キラベジが刺さる。まあ、ちょっとさっきの試合でね、体温まりすぎても汗かいてるから白熱しすぎって感じよ、マジで。さあ、やっていきますか。対戦お願いします。ちょっと身勝手に気ぃつけたいね。ブラ捕まったら一瞬なんで、お願いします。それだけは気ぃつけないと。怖くなんかないわ。なるほど。危ない。死んじゃう。なんで？はい。うん。残念、無念。無念、残念です。どけー。大猿ベジータってさ、特殊カバチェンなかったっけ？覚えてねえな。くらい。あー、キャラチェンしないか。まあいいか。うわー、いい火力だ。大猿ベジータ普通に強いよね。おまわん。もうこれどうしようもないです。ちなみに。おー、それはどうしようもある。それはどうしようもある。いや、その射撃圧はどうしようもない。死んじゃう。あ、うんま。究極圧素直に打ったらよかったのに。うめえや。あー、おいしいや。めちゃくちゃうめえや、これが。はい、ユニゲもなくなったね。おつにだ。これは最高だ。いいよ。シュー。もう一枚来い。ナイス。通常でゆっくり返します。なるほど、クイックアタックするだけか。オッケー。クイックアタックするだけ。何をしてんの、さっきから。うんま。マジかよ。ボーナスやん、ボーナス。シュー、シュー。大猿ベジータで消し飛ばしてやるよ。まあでもあんま入んなそう。うわー、強いけどなー、強いけどなーって感じっすよね。あ、死んだ。死因です。あ、困ったわー、まさかの。バイバーイ。強すぎ侍です。はい、おつにだです。もう3対1なんでね。あざした。お前にはまだ早いからな。
さあマッチングしましたということで、未来パーティー珍しい対戦お願いします。珍しいね。いや懐かしくもあり、まあ、今でも強いのかな未来パーティーって。どうなんだわかんねえよな。まあでも通るね。相手のベジブルがめちゃくちゃきついけど、まあ、なんとか。まあでもごとつやからね、まだ良心的に。さあ相手は国内プレイヤーなのかそれとも海外のプレイヤーなのかわからんな。これ対戦お願いします。頑張ろう。ベジータ一族もやれるってところを見してやらないと。孫一族ばっかりじゃないんだぞっていう。娘まで使う。対戦お願いします。ベジットじゃなくてよかった。よし、うわー運ゲー、運ゲーすぎー、クソ運ゲールルルン、クソ運ゲールルルン、離れてろ、辛すぎるだろ、辛すぎんだろ、危な、ポストアップが辛い。うわー特殊圧きたけど必殺圧の方が強いよね。これはこれが 45% アップの力だー。ドーン、よしナイス、いいじゃない。はい、くらえくらえ、いい火力なんだよな。マジでマジでいい火力なの。マジで早いのライジングラッシュがおい、ボール集まる速度遅なったっていうアップデをしたんじゃないのマジで。またサイレント修正ってやつっすか。ワンチャン耐えるんちゃうこれ。甘すぎ。あ耐えそうじゃね。おーおーおお、死んじゃう死んじゃう死んじゃう。いやー微妙か。うわー、もったいねーマジで、マジでもったいねいやーライジングラッシュ早すぎだろマジで。いやこれかけよう大猿ならやってくれる、やってくれるはず。ワンパン頼む。フリ属性やけど頑張ってくれ。いけ、うわー素晴らしい素晴らしい。YMCA トゥトゥルトゥルトゥル YMCA 意味がわからん謎のコンボ、マジでもっとやってマジで意味わからん、ルン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 意味わからん。勝ちました、謎コンボのおかげでOK、 あざした。この俺が手を貸してやったんだから当たり前だ。